はい、どうもタンタンです。こちら中西のウクレレですね。日本製、日本の制作家の中ではね、やはりかなり評価の高い、特にこのマーチンスタイルを作らせたらね、本当に日本の中で右に出るものがいないんじゃないかぐらいの、やはり方の制作された中西ウクレレですね。でラベルを見るとちょっとね、1文字目が消えかけてるんですけども、おそらく中西のモデルネームの書き方からすると PM だと思います。 PM の118というモデルだと思いますね。こんな感じで、まあいわゆるスタイル3っぽい雰囲気のスタイルなんですけれども、センターラインがあったりとか、バインディングの部分のパターンがね、少しマーチンのスタイルとは違っていて、これなんだろうな、パーロイドみたいなのが入ってるんですね。ちょっと分かりづらいですけども、こんな感じで少し独特の素材をとパターンを組み合わせたデザインとなっております。なんですよね。正直これパッとこう見ても材の種類っていうのはちょっと分かりかねるかなといった感じなんですけれども、トップバックともに1枚板ですねを使ってまして、はい、サイドもそうですね。こういった感じのちょっとなんだろうな赤みがかったような中のを見るとね、そんな雰囲気の、元々の素材なのかなといった感じでございます。ちょっとね、硬めな音かな、硬質な音だと思います。独特のこうちょっとこう固めな音色なんだけども、こうアタックはねちょっとまろやかな感じっていうのかな、そんな雰囲気で、かなりこうハワイアンコアとかマホガニーともねまた違った雰囲気、ちょっとメイプルとかの音に近いのかななんていう印象がある一本かなと思います。はい、こんな感じですね。まあ独特の雰囲気で、材料自体ここをね、コンディションとしてはサイドのこの部分ですね、ここが、割れの修理が一箇所このぐらいかな、してあるかなといったところでございます。はい、他のコンディションはね結構意外と綺麗ですね。バインディングなんかちょっ と引いてる部分もありますけれども、はい、割れの修理が1箇所あるかなといったところでございます。でフリクションペグですね。はい、ということでこちら中西ウクレレからですね、PM の118というモデルでございます。なかなか中西のウクレレ最近入ってきてないかなと思いますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。